クルーベデフットボールオスベレネンセスは、ポルトガルリス・ボンベレンチックのスポーツクラブである。サッカーの他にも、ハンドボール、バスケットボール、フットサル、陸上競技、ラグビーユニオンなどの部門があり、1万を超えるトロフィーを獲得している。1945から46シーズンはベンフィカを勝ち点1差抑えて、プリメーラリーが初優勝。 ビッグ3以外のクラブによる初めての優勝だった。1947年12月14日、新しく生まれ変わった、エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウでレアル・マドリードと、親善試合を行った。2005から06シーズンは15位となり、本来なら、降格するはずだったものの、ジルビセンテが出場不可能な選手だった、アンモラジン・ォワードのマテウスを出場させたとして、降格処分を受けたため、 プリメーラリーガ残留となった。2008年2月26日、2005年から2008年まで、クラブの会長を務めていたカブラル・フェレーラが成居した。2014から15シーズンは6位で終え、UEFA ヨーロッパリーグ2015から16の出場権を獲得した。2018から19シーズンからは、ベルネンセス・サットがプロクラブとして存続する一方、 CF ベルネンセスはアマチュアクラブとして6部へ所属することとなった。ありがとうございます。